ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。しばらく動画をお休みしました。花粉症ってなんで体がだるくなったりするんだろうね。風邪に似たような症状で主は結構しんどい思いをしているみたいだよ。コロナかと思って焦ったけど検査した結果陰性で一安心したらしい。コロナって連続でかかるものなの？無症状だったから症状出たのかと焦ったみたい。主も災難だよ。まさかのクラスターに巻き込まれたんだから。ずっとマスクしてなかったから仕方ない。こういうこともあるから皆さんも多少気をつけてくださいね。それで今回の動画はどういったものなの？今回はヒカルチャンネルの裏方特集だよ。そんな動画でいいの？ヒカルチャンネルに媚びすぎじゃない？主が動画で熱を出せるのは好きなものを作るときにしか再生伸びないんだから仕方ないだろう。主にはもうちょっとクリエイターとして自覚を持ってほしいものだよ。それではやっていく。まずは人気投票1位の捧げさんからの紹介だ。戦う美容師捧げさんだね。視聴者の間で今も根強い間違い坊さんだ。言っておくけど坊じゃなくて捧げだからね。ここで最近の視聴者がコメントしてるのか子さんなのかはっきりわかるよね。坊って書いて捧げと読む人なんて本当にどんな間違いなのって思いながら見てるよ。ちなみに身長は170センチでイクミンの次に身長が低いんだよ。ヒカルチャンネルメンバーは平均身長が173センチくらいでみんな結構身長が高いよ。ヒカル視聴者でにわかファンの方はヒカルの身長に驚く人も多いけどスタイル良くて身長も割かし高いんだ。視聴者に遭遇してヒカルの身長に驚く人が多々いるけど普通に平均身長です。捧げさんが本格的に登場し始めたのはカルピンの活動し始めた頃に徐々に出始め、今はもうないヒカルのドーナツ屋さんでレギュラーメンバーとして出始めました。捧げさんが認知され始めたのはベルギー旅行でしょうか？なんでこの人よく一緒にいるんだろうって疑問に思ったところからスタートしました。捧げさんは最初もさったい髪型でしたね。すごく重たい印象の髪型をしてました。捧げさんの給料は名人やロケマサ、イクミンより高いそうです。高い理由はいつも一緒にいるからだったそうですが現在はどうなんでしょうか？現在はヒカルのリザードビューティーから出されてるシャンプーやトリートメントを捧げさんが一手に担ってる状態で給料もそこからの売り上げにプラスされ、リドフィも経営なさってることから当初より数段給料をもらってることが予想されます。捧げさんはもともと人気の美容室のカリスマ美容師であり、女性をほぼ専門になさっていたそうです。捧げさんといえば昔のお話が面白かったりしますね。東京リベンジャーズの映画を見終わった後、悪かった武勇伝を語るのかというニュアンスの動画で自分の悪かった少年時代を赤裸々に語りました。すべてフィクションだそうですが、皆さんはどう感じるかはお任せします。新潟県出身で色々美味しいものがあるからヒカルくんに食べてもらいたいといくつか紹介して食べさせますがどれも普通という評価をされてます。人の好みって色々だからね。でも捧げさんも他のメンバーもそうですが、ヒカルチャンネルのメンバーというのはなんだかとにかく自分の下に絶大な信頼を置いてる方が多いような気がします。でもその中でも捧げさんはちょっと特別なくらい自信を持ってますね。ヒカルにズバッと切られてしまってちょっとしょげてる声を出してる捧げさんも可愛いですけど。捧げさんの魅力といえば、ブレイキングダウンに参戦したり、バトルミリオネアに出たりといろいろ格闘技をしたりしてますね。開発優との戦いは今見ても面白いね。バトルミリオネアでハイクミンを秒殺しました。捧げさんはなんだかちょっと見せるという部分では才能があまりなかったり運がない方ですね。ブレイキングダウンでは確かに開発優には負けるシークミンとはすごいレベル差があって少し見応えがないですね。でも何か一芸があるのがヒカルチャンネルにいる理由、それが大食いというわけです。ネクステの動画では環境破壊レベルで場を荒らしまくり捧げさんが助っ人になった時の勝率は9割以上でした。捧げさんって恐ろしい。さっきも捧げさんの給料をお話しましたが、ヒカルチャンネルでもらってるお給料なんですがあくまで動画を見て参考にしてほしいんですけど、とんでもない金額をもらってるよヒカル。前さん年収6000万以上、ロケマサ年収800万以上、名人900万以上、捧げさんはなんと1000万以上だ。ヒカルチャンネルメンバーで一番の高級鳥は名人と思われがちだが事業やリドフィの運営をしている捧げさんが名人よりおそらく高級鳥。
何かに秀でてる捧げさんの能力が発揮されてるためこの年収なのだと思います。推定ですが捧げさんは年収で2000万近くあるでしょうね。給料事情は皆さんもご存知の通り、ボーナスを配る動画ではっきりわかってる部分があり、給料は変わらないという発言から基づいてるものなので大幅な上下があるかもしれませんが、ご了承ください。ヒカルチャンネルって他の YouTuber の編集さんよりお金を渡してないみたいだけど、他の YouTuber ってどれだけ渡してるのか気になるよね。一人でやってる人とかはそのまま全部自分に返ってくるけど、会社組織でやってる人はそうもいかないから、チャンネルが落ちた時に給料下げられないことがあるからしんどくなるってヒカルさんが言ってたね。ヒカルさんの動画ではヒカルチャンネルが経営に厳しくなったら給料を下げるって宣言してるから、メンバー自体がすごく贅沢してるってことも全く見えないから、ヒカルチャンネルは異質に感じることも多いよ。話は戻るけど、捧げさんには可愛い娘さんがいらっしゃいます。なんとインターナショナルスクール生で水泳も習ってるそうです。主も嘆いてますが、今本当に英語教育が盛んで、英語を教育方針に取り入れる家庭がものすごく増えています。今思えばなんですが、英語ができるだけですごく需要があります。ローランドのホストクラブにも英語ができる海外のキャストがいるので、需要は青天井でしょう。今の3、5歳の子供が成人した時にはもうとんでもないくらい英語のレベルは上昇してると見てます。主はこのチャンネルで成功したら通訳事業を立ち上げようとしています。ゆっくり解説界隈のヒカルになろうとしているので、皆さん応援してくださいね。話が脱線しましたが、ヒカルチャンネルチルドレンにはなんと男の子の子供が一人もいません。マエスさんも捧げさんも名人のお子様も全員女の子です。もしかしたらヒカルチャンネルの2代目は女の子になるかもしれませんね。今回の動画はいかがでしたか？次回はマエスさん特集です。また体調が良くなり次第動画を作成していきますので、皆さんお待ちくださいませ。よかったらチャンネル登録高評価お願いします。コメントもぜひお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。今回はマエスさん特集だよ。マエスさんって初期の初期から出てるけど、本当に深掘りしたことないんだよね。だから今回はマエスさんを深掘りしつつ人物紹介していくよ。いろいろ教えていただけたら嬉しいな。それではやっていく。楽しみ。マエスさんは光一って言って一応ヒカルの兄だけど、知らない人のために言っておきますが、マエスさんという呼び名はヒカルのご近所の人のあだ名です。そこから命名されました。マエスさんの名前の由来紹介めちゃくちゃ雑。ちなみにヒカルって名前はマエスさんのヨット部の先輩にヒカルという方がいて、かっこよかったのでケイタにヒカルって名前が付けられました。お互いの知り合いの名前から両方に付けられたんですね。マエスさんがヒカルと一緒に仕事をするきっかけになったのは、井川さんの言葉を聞いたヒカルがマエスさんに絶対成功するから一緒にやろうと3ヶ月以上くどいて鳥取大学を辞めて一緒にやることになりました。マエスさんは昔から他人に何かやろうと言われて行動する完全な受け身な方というのがこのことからわかりますね。でも YouTube をやり始めてから最初は喧嘩ばかりしていたそうです。ここ数年でヒカルから怒られることなくなったみたいで、今は家事サックからも言われているようにマリオネットになっておられます。カメラ越しで多分マエスさんはヒカルの様子を見て笑っているのが目に浮かんできます。マエスさんは実写を始めてすぐの頃は特徴ある笑い方などはありませんでした。ヒカルから笑い声など、ここで笑うところというのをマエスさんが笑って視聴者に教えていくというのが染み付き、マエスさんの笑い声が誕生しました。マエスさんはいつの間にか絶対にブレないカメラマンと言われるようになりました。少し前の動画ではそのようなネタ商品を売り出そうなど言ってることもありましたが、本当に売ったらちょっと需要がありそうだと思いました。マエスさんには奥様がいますが、最初はできちゃった結婚でした。マエスさんってヒカルの異常性癖について笑ってますが、マエスさんの方がやることやって作ってますから、ちょっと間違ったらヒカルみたいな異常性癖に目覚めていたかもしれません。マエスさんって娘さんとか奥様とか今はどうしてるの？奥様と娘さんはマエスさんのご実家にて、奥様とお子様とお母さんと祖母と暮らしているみたいです。たびたびコメント欄ではマエスさんのお母さんと一緒にずっと暮らしてるのすごいと言われてますが、これは本当にその通りだと思うよ。
東京に上京する際、マエスさんの中では葛藤が少しはあったのかもしれませんが、奥様とお子さんを兵庫に置いて上京してるし、マエスさんの中では子供や奥様と一緒にいるという概念はもともと薄かったかもしれません。なぜならお父様があんな感じですからね。勝也さんは本当にマエスさんとヒカルを放置して育てたみたいですからね。ヒカルやマエスさんは勝也をなんと足代わりとして使ってたみたいです。父親ってこんなものでいいんだと思ってるかもしれませんけど、娘さんに対しては姫と特別な呼び方で呼んでいらっしゃるので、相当娘さんが好きなのがわかります。マエスさんはお子様に甘々のようで、役割を決めて娘さんを育てているようです。奥様が無知でマエスさんは雨のような感じらしいです。マエスさんは確かに女の人に怒ることが苦手な感じがします。マエスさんは株式会社シプラスの取締役で、ヒカルさんと給料は変わらないそうです。6000万以上もらっているので、税金もエグそうですね。マエスさんといえばロエベやバレンシアガ、ヴィトンディオールなどハイブランドを着ることが多いね。ヒカルも言ってますが、裏方でそんなおしゃれする必要ないとおっしゃってますが、30歳超えておしゃれをするって美意識高くないと無理だと思うんですが、マエスさんは美意識も高く、ソーマトランジスタとかと比べるとかなり若々しいイメージがあるね。おしゃれに年齢も職業も肩書きも必要ないね。したかったらすればいいしね。お金もたくさんあるだろうし、マエスさんが散財してる動画とかも見てみたいですけどね。マエスさんの人間性としては、マエスさん離れてくるとヒカルと同じ雰囲気を出すようで、カジサックから苦言を呈されてました。マエスさんだけに限らず、ロケマサもそういうことがあるそうで、ヒカルがカジサックのラジオに呼ばれた際、カジサックが挨拶したにもかかわらずスカした態度を取るそうで、みんなヒカルがいると気が強くなるんでしょうね。でもメンバーたちが元気に挨拶してるところとか、あまり想像できないんですよ。メンバーみんな陰キャで、自分のやることはこなすけど、それ以外には趣味にしか興味なさそうですしね。少し前までサブチャンネルで名人とロケマサが主軸となってポケカの開封などしておりましたが、カードショップエスマというマエスさんをもじったあたりが一切出ないオリパを作成して、マエスさんに買わせていました。ちょっと変えたらマエスになるっていうことに気づかなかったのでしょうか。マエスさんはたびたびヒカルからカツを入れられてますが、つい最近もありましたね。力不足えぐい、マジで微妙と言われたり。確かにヒカルはすごく成長しているのが見て取れますが、他のメンバーはあんまり成長してませんね。マエスさんだけに言えたことだとは思わないんですが、それは仕方ないことだと思うけどね。トークは喋って、いろいろな場面とかでいろいろなシチュエーションで磨かれていくものだし、ましてやメンバーはコラボ相手と喋るということはほとんどないわけだし、ヒカルと比べると段違いっていうのは見てもわかるもんね。ヒカルは喋る能力に特化していて、他のメンバーがたまに動画出て爪痕残せみたいな感じで言われてるみたいだけど、いきなりポッと喋ろうとしてもハードルが高いよね。そう考えると名人は喋らないけど、たまに面白いこと言ってやろう、ここでトゲのある言葉言えば面白いだろうなっていうのが一芸なのかもしれないね。名人なりの考えた策なんだろうね。マエスさんの課題点とか解説したけど、ここからはマエスさんの歴史をしっかり浅く解説するよ。お願いします。マエスさんは鳥取大学進学したんだけど、偏差値は45から62と幅広いよ。マエスさん国立に行ったんだね。なんとマエスさんはあんまり語られていないが、一浪している。一浪？高校はどこの大学に行ったの？県立福崎高校というところで、偏差値が54と普通レベルの学力だね。主の偏差値はどれくらいだったっけ？偏差値64くらい、少し頭いい方かもね。64か、でも大学進学してないから全然意味ないね。大学行くより仕事を選んだみたいだよ。受験の雰囲気が嫌いみたいで、高校も推薦で行ったから受験勉強も一切しなかったんだって。ということはマエスさんはすごいね。一浪してもちゃんと大学に行って、しかも国立大学に進学したんだから偉いよ。勝也は本当にこの国立大学に進学したことを誇りに思ってたみたいで、村で自慢しまくっていたらしいが、ヒカルが勧誘して大学辞めた時はかなり怒ったみたいだよ。
確かに大学辞めてヒカルと一緒に仕事するなんて普通に考えたら何の保証もないし、ヒカルと心中するくらいな覚悟ないと難しいよね。でもマエスさんは弟を信じたっていうのがすごいね。しかも最近泥酔鍋で言ってましたが、ヒカルとマエスさんで言い合いになった際、マエスさんは10回中2回は正解出せるけど8回は間違える、ヒカルは10回中8回は答えを出せると言われて、ヒカルの言うことを聞くようになったみたいだよ。でもそれは今思えば正解だよ。ヒカルの言う通りにしていたら事業も YouTube も成功して、マエスさんはウハウハだろうし、防御のようでもあるから、そこさえしっかりしてれば穴はないから完璧な役割分担だよ。ちなみに豆情報ですが、シュプラスを担当してる税理士さんはものすごく優秀でイケメンなんだって。ヒカルチャンネル開設してアンチが大量にいた時に税金の部分大丈夫なのかなと心配してましたが、今思えばそういうところを疲れても何も問題ないようにやってたんですね。あの当時の YouTuber は税金というものを理解してない人が多くいて、事務所に借りたりして転落してる人も叩いたそうです。マエスさんが出てる動画ですごく面白かったのは、名人の挑発動画を見てるマエスさんがふんぬして名人のアプリを消すっていう動画が面白かったですね。名人のシムシティアンインストールしたやつね。マエスさんがめちゃくちゃ嬉しそうにアンインストールしてキャッキャしてたやつ、あれ後にも先にもあれ以上に嬉しそうにしてる動画ってないような気がする。マエスさんとヒカルが入れ替わってラファエルと秋葉原でファミコン探す動画も面白かったね。途中で吉野家で牛丼食べてるところとか、本当に彼はヒカルと行動を共にしていたんでしょうか。マエスさんの美容室はしごは大成功だったね。あれは底辺 YouTuber の私たちみたいな人がやるような動画だけど、なんと130万再生されてるよ。大幅にイメチェンしたけどかっこよかったね。神回だった動画を消しちゃったやつも面白かった。実際に撮れてなかったというのが分かった時って、多分私でも青ざめちゃうよ。渋谷に解き放たれたマエスを探せも面白かった。あれをちゃんと見た人いるかな。実際は見つけられたのは笹毛さんの方で、マエスさんを発見したわけではないんだよね。自分をカモフラージュしてカメラマンの笹毛さんの服装をカモフラージュするのを忘れるという、なんとも間抜けな一面があるマエスさん。マエスさん面白すぎ。リザードのモデルになった動画も面白かったね。メインハルかと思ったらミキオダに取られちゃうしね。ここでちょっとマエスさんは終わり。え？ドドドドどうしたの？ヒカルチャンネル8周年おめでとうございます。おーおー、おめでとうございます。それでは18周年ごとで一番面白かった動画を紹介していくよ。お願いします。まずは1年目一番面白かったのは、ネクステオフ会ピンキーの妹と手つなぎ入場。あれは当時コメント欄で悪い意味で湧いた動画だったね。その動画では記憶の通りであれば、レイターズっていう禁断ボーイズの弟分も出てきて、禁断の田中さんが大人気すぎてヒカルに注目してる女性が全然いなくて失笑されたっていうのが印象に残ってます。今と比べると本当に面白い。ここまでブランディングを変えて成功するのかと思いますね。2年目はデリバリーで10万使い切るまで帰れませんという動画だね。10万使い切れなくて、水溜りボンドが YouTube 界の NHK と呼ばれてた時にデリバリー風俗を水溜りの家に呼んで終わった動画だね。3年目は実家のリフォーム動画が面白かったな。というか、いろいろリフォームってどうなるんだろうって個人的な疑問があって、これはあんまり他の人は共感できないかな。2000万払って実家を変えて、マエスさんにお前がこの家相続するんだからお前が払えって言われてましたね。4年目は相馬とランジスタとコンビニに行きまくる動画が面白い。ヒカルが途中でこけるところとか、去年の動画でもそれのリメイクやってたけど同じような感じでこけたんだよね。5年目はタニアンのマグロの動画が見てて気持ちよかったかな。今タニアン肝臓の病気になっちゃって更新も止まって、ツイキャスでしか配信してないようで、このままフェードアウトしちゃうかもしれないってタニアン視聴者は心配してるよ。6年目は一番は焼肉や劇場なんだけど、一発のインパクトで言ったら勝谷に電話かけたあの動画が一番かも。勝谷が何回も繰り返し聞くところで、視聴者は本当にヤバいやつなんだって感じたと思う。それまでは話持ってるだけでしょ程度に思ってたのがガチだったというのが一番の面白さだよね。7年目で一番面白かったのがやっぱりですよの動画ですわ。ですよ。マジで面白いですよっていじったり深掘るとあんなに面白くなるんですな。腐っても芸人ですな。
8年目で一番面白かったのはカジサックドッキリかな。あれは間に挟まれたカジサックが悲惨だけどね。今回の動画はいかがでしたか？なかなか面白かったね。ヒカルチャンネル8周年おめでとうございます。これからも応援してます。当チャンネルも見てくださいね。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。収益化まであと少し頑張って皆さんに面白い動画を届けていきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。昨日のヒカルチャンネルはテオくんが出たね。テオくんだってサムネ見た瞬間にわかったね。最近どんな人が出るかとかサムネにモザイクかかってても貫通してるよね。ルチル鉱石プレゼントしてたね。そんなに運がいいこと起こってるイメージないんだよね。ヒカルってなんかいつも運がいいからそういう運とかわからないんだよな。上がってる下がってるとかあんまり上下してないイメージ。確かにそうかも。すごい仕事決まったとか多分 YouTube とは関係ないところでいろいろ運のいいことが起こってるんだろうね。さて今回は名人について深掘っていくよ。一言ホームラン男の名人だね。皆さんが知ってることが多いと思いますが復習がてら見ていってくれると嬉しいな。お願いします。名人は神崎高校出身で元野球部キャプテン、ヒカルの後輩にあたるね。名人って全然語られてきてないからどんな人なのか全然想像つかないよ。名人が加入したきっかけは岡本恭平という元ヒカルの親友からの紹介だよ。恭平からモンストがすごい上手いやつがいるというのを聞いたヒカルは当時全然知られていない時代に名人をスカウトしたよ。名人とヒカルが初めて出会ったところはガストで、ヒカルから勧誘されたけど周りから見たら変な勧誘を受けてるように見えたって後々語られてます。2014年頃だからまだ YouTuber という言葉すらなかった時代ですな。初登場は2014年11月。黒髪でめちゃくちゃ幼い名人が初登場しました。ロケマサの方が名人より早い段階で知り合ってるっていうのは子さんなら知ってるよね。ロケマサは最初、ロケマサってひらがなだったんだよ。ちなみに名人の名前は連打で有名な高橋名人から取られました。名人の本名は高橋和樹、遊戯王の作者と一緒だそうです。名人といえばあんまり喋らず実写に移行してからはほとんど表には出てこず、近年ではネクステとサブチャンネルで頻繁に見ることができますが、現在はサブチャンネルも更新がなくなり、編集の効果音担当になってるとのことです。名人の得意なことはボーリングでネクステではほとんどスペアを取り意外な長所を見ることができます。破天荒すぎる名人さんに密着では俳優の真似をした名人を見ることができます。あれはフィクションだとしてもなかなか面白く見れますね。笑ってしまった。名人はたびたび取り上げられてますが中でも面白かったのは名人が焼いた焼肉を全部食べられてしまう動画とか面白かったですね。あの時はマエスさんと名人を対立させてるように見せてバトルさせるのがよく見れました。普段の名人を知ってればヒカルとの撮影があるのにお酒を飲むなんてこと絶対しないのに色々遅刻とかのマイナスブランディングされたにもかかわらず名人はいつの間にか普通の評価に戻っていました。だとしても、名人自体一番長い従業員だし、すごく苦労した名人に対して理解してない人が名人のアンチがコメント欄に大量に発生した時は何も知らない人がいっぱいコメントしてるなと思いました。ヒカルを見に来てるから仕方ないことだけどマエスさんもお芝居上手くてマエスさんの評価がうなぎ登りで違和感感じないのかなと疑問に思ったよ。あの当時のマエスさんと名人は明らかにおかしい感じだったのにそれが終わったら普通に戻ることに何も思わなかったのかな？社会不適合者とか色々言われてますが、多分ヒカルチャンネルメンバーは全員そうだと思います。この主も社会不適合者です。名人で泣けた回はなんと言っても名人誕生日ボーナスのサイコロ投げた動画だな。子さんであれば子さんであるほど泣ける動画だった。ヒカルチャンネル史上最高に泣ける動画。ヒカルがこれまで名人を見てきた回想から名人のおかげで成長できた話、生放送でめちゃくちゃけなした発言の後の名人の行動など、あれは子さんで見てない人いないだろうけど見てほしいね。その時のチャット欄はマジで泣けるとかのコメントで溢れ返ってたね。いろいろあったんです。名人とのヒストリーは知れば知るほど苦労もたくさんあったなって子さん視聴者なほどグッとくるものがありました。
でもそれほど語れるほどの情報は持ってないんでしょ？名人の結婚とかも動画で話しちゃったけど、名人の奥様はポトフちゃんといって前さん捧げさんと同い年です。もっとなんかあるでしょ。ポトフちゃんの職業は今は専業主婦かどうかわかりませんが、マッサージ師だそうです。浅いな。あんまり有益な話はないかも。これで名人は終わります。名人の話はここで終わり？名人出したらロケマサの紹介も一緒にしちゃうよ。大木キララコンビで一緒に紹介しちゃうのね。それではロケマサを紹介していくよ。お願いします。ロケマサの本名はなんと光チャンネルで明かされてません。ロケマサは加入してから結構経つのですが、あくまで噂でこんな名前が出てます。どんな名前なの？ミゾロケマサキと言われてるけど本人は否定してます。なんでこんな噂が？光曰く、とても珍しいということですね。親が社長とかいろいろ調べたファンがいて特定したと勘違いしたんでしょう。でも実際当たってたとしても本人は認めないでしょうね。それはそうだよ。実の父親とかおじい様が必死に守ってきた会社ですから。最近思うんだけど、他のチャンネルで光るチャンネルの常識を押し付ける視聴者が目につくよね。本当にそれね。光るチャンネル視聴者は光るチャンネルの字幕と合わせてくれたら嬉しいですとか何様なのって、光るチャンネルの視聴者の代表みたいなコメントするなっての。ネットリテラシーはみんな守ろうね。ロケマサの話に戻るけど、ロケマサはいろいろなことを習っていた過去があるよ。何をやったりしてたの？バスケ、空手、水泳などだよ。バスケはもうだいぶやってないみたいで腕が落ちてるけど、ささげさんの次にうまいよ。ヒカルチャンネルに入ったきっかけって何だったの？ヒカルチャンネルに入ったきっかけは、実写チャンネル始まって少し経った後、ゲームズの視聴者だったロケマサが大学進学することが決まっていたんだけど、その時にヒカルから連絡があって、当時の事務所の元で出会い、スカウトされて加入しました。ロケマサは確か年齢を偽ってたんだよね。最初にゲームズに登場したのはスカイプ通話でタカと話した時が最初。声だけ出演して後々ユウザキと一緒に加入しました。当時はユウザキがイケメンで、ロケマサはそんなに注目されてませんでした。ロケマサは永遠の伸びしろ男です。伸びしろって言ってもうだいぶ経つんですが、表にあまり出てこないので成長する機会があまりないのが辛いところですね。ロケマサの性格ってどんな感じなの？温和で優しく、ゲームが好きで慎重なタイプですね。学生時代は多少やんちゃしてたみたいです。自分より格下と自分で判断した時はグイグイいけるみたいですね。ヒカルがカジサックに呼ばれてラジオに出演した時の挨拶で、すかした態度取ったって話が面白すぎるよ。相馬トランジスタにも結構厳しく当たるみたいで、恩人と言いながら下に見てるのはロケマサの態度からも見て取れますね。ロケマサが活躍した回といえば、ビラでミッキと喧嘩ドッキリした時ですね。ロケマサの成長が見て取れた時だね。あれは見てて演技上手くなったなと感心しました。バンバンザイのルナとのデートはなんと現在282万再生されてます。初々しさが残る二人のデート動画はなんだか見てて恥ずかしくなったよ。ロケマサ初の光抜きのピン動画で200万超えの再生とはすごいね。でもルナちゃんにはいろいろなことにロケマサを使われてしまいましたね。写真集の宣伝でロケマサとの交際を匂わせることを X でルナちゃんに発言されて、完全に騙された視聴者もいたんではないですか？もしかして主？聞く。ロケマサの光るチャンネルでの役割は編集で、最終チェックの門番一人目です。テロップ作業がとてつもなく苦手なんだそうで、チェックなら大丈夫ですね。ロケマサはこの辺かな？あんまり語れる内容がないかも。今回の動画はいかがでしたか？結構面白かったかな？明日は裏方特集総集編です。前回の特集とは少し経路を変えるかも。リナちゃんとイクミンを多少紹介するかもね。見てのお楽しみだよ。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またね。